農業投資価格とはというところで、まあ、基本的なところをですね、ご質問いただいたんですけれども、まあ、定義もいろいろあるんですが、農業投資価格はですね、農業ビジネスの成長性とかですね、持続可能性に直結するですね、重要な要素になります。まあ、農業投資をもしあなたがお考えでしたらですね、この、指標メルクマールはですね、やっぱり外せないのかなというふうに思います。農業投資価格の影響要素としてですね、まあ、よく言われているのは生産費用とかですね、まあ、これもちろん種子とか飼料とかですね、肥料ですね、農薬とかですね、まあ、調達費用とかそういうのも様々入っています。あと市場の需要とですね、供給ですね、当然、まあ、ここも外せないですよね。価格に影響するのはこういったところです。まあ、重要性としてですね、収益性の確保とか競争力の維持とかですね、まあ、重要な要素というのはありますので、まあ、またマルスの方でですね、農業投資栽培スキームというのをやってますので、まあ、有利に展開したい場合ですね、